こんばんは。ただいまの時刻は、うわ、化粧してたらね、2時過ぎちゃいました。実はね、12時くらいにお腹が空いてアイスを食べたんですよ。だけどアイスなんかで満足できるわけもなく、どうしよう寝れないなと思ってゲームやってて、そしたらどんどん目が冴えてきちゃって、次第にお腹空いた、何か食べたいからギットギトの油まみれになりたいなんていう衝動に駆られて、この衝動に塗りつぶされてなるものかって抗ったんですけど、結局ね負けました。食べると決まったら深夜2時の背徳感をもう存分楽しんじゃいたいと思います。それでは準備してきます。はい、用意してきました。もうね、最高ですね。悪魔的に美味しいバター醤油ご飯とペヤングのトンシマックス、あとね、お菓子たちを持ってきました。でね、山盛りご飯にしてきたので、追加のバター醤油と魅惑のふりかけってものがあったので持ってきました。背徳の美味しさ、まさに今の時間にぴったりですね。もうね、グーグー聞こえてないか心配。それではいただきます。ガツガツ食べたいからスプーンで食べますね。バターがいい感じに溶けて美味しそうです。美味しすぎる。うわ、もうなんだろう、浄化される感じ。たまらん、本当に美味しすぎる。トンシマックス食べてみます。麺をね、揚げると油が溜まってますね。あ、美味しいですよ。もうギットギトで胃が応える感じかなと思ったら、味が好きです。トンシマックスのソースは醤油ベースなんですね。もちろんトンシの油の風味、旨味や独特の感じはするんですけど、醤油のキレも強めで、焼きそばっていうよりは味は油そばですね。麺はいつものソフトで歯切れのいい麺です。油そばだと思えば味すごく好きです。でもね、かなりこってり感は強いですね。もうグロスいらずです。追いバター醤油します。そしてこのご飯を味付け海苔で巻いて食べます。悪魔的美味しさです。バター醤油に味付け海苔、最強すぎる。深夜飯の動画ってさ、本当に食べてるだけなんだけど大丈夫かな。すごく美味しいと思ってて、今も美味しく食べてるんですけど、半分以上食べたところでかなり油にまみれてきましたね。どうも髪の毛が鬱陶しくて縛ります。なんかもう大丈夫かこれ。もう夜中なんだから、鳴りは気にしてられないですよね。美味しい。
美味しいものってどの時間に食べても美味しいけど、この夜中に食べる、なんかいけないことをしてるみたい、キャーみたいな、その背徳感、優越感が究極のスパイスですよ。何言ってんだろう。もうね、2時過ぎると思考もおかしくなるらしい。よし、この魅惑のふりかけかけてみます。サクサク食感の天かすとご飯に合う具材をミックス、コクのある牛豚の旨味でガツガツとご飯が進むだそうです。かつお節とか海苔とかラードとかビーフエキス、粉末醤油、イカ粉末、オニオン粉末、ごま油、鶏肉、ガーリック粉末、いろいろ入ってます。まずね、食感がサクサクとして美味しいです。甘辛い醤油ベースで、もうなんだろう、いろんな味がしますね。さっき説明した通り、動物系と魚系詰め込みすぎた、そんな感じの味なんですけど、噛むごとに味が変化していくというか、面白いしね、美味しくて好きです。あー、美味しかった。次はお菓子食べたいと思います。ポッキーは私が買ったんですけど、この2つはお母さんが買って、値段はわからないんですけど、すごく美味しそう。まずはブルーベリーで食べます。ブルーベリーを練り込んだメレンゲのお菓子ですね。うわ、美味しすぎる。最高に美味しい。香りを食べるブルーベリーのお菓子って書いてあるんですけど、本当にブルーベリーの風味、香りが口の中で弾ける感じ。噛んだ瞬間サクッといって、シュワって溶けていきます。うわ、なんて美味しいの。だってね、香料、着色料、保存料、酸味料、不使用って書いてあるんですよ。だからこの色も、この甘酸っぱさも天然そのものなんですね。うわ、美味しい。本当に美味しい。でね、てんさい糖が使われてますね。次はキャラ芋食べます。さつまいもをカラッとキャラメルコーティング、さらにきな粉をまぶしましたって書いてあります。こちらも香料、着色料、保存料不使用です。一つがね、キューブ型でこんな感じです。おいしい。食感はガリガリと固めですね。でね、噛み締めれば噛み締めるほど、さつまいも本来の風味だったり甘さを感じることができて、きな粉の香ばしさも広がって美味しいです。形は違うけど、芋けんぴに近いですね。とっても甘いけど、きな粉の香ばしさがいいですね。美味しい。次はポッキー、ココナッツを食べます。これ季節限定なんですけど、出たら必ず買います。美味しい。
プレッツェルとココナッツの風味、そしてシャクシャクとした食感、チョコレートの組み合わせ大好きです。素材の優しい甘さとシャキシャキとした心地よい食感が口いっぱい広がります。さらにプレッツェルの塩気が引き立てるコク深い味わい、季節ならではの美味しさをお楽しみください。まさにその通りなんですよ。本当に美味しいです。そしてね、一気に私眠たくなりました。シャクふわって溶けるんだけど、小さいブルーベリーの粒がたくさん入っていて、そのねカリッとした食感も楽しめますね。ごちそうさまでした。大満足です。この満たされた状態で布団の中に飛び込めると思うと幸せでなりません。でね、おまけ取ろうと思ったんですけど、もうね私眠くって今日はねおまけなしです。すいません、このまま寝ます。やっぱりこの時間に食べるからこそ味わえる満ち足りた気持ちは他には変えられないですね。本当に大満足です。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。おやすみ。